では政治的な天気を伺っていくんですけれども兵頭さん、まあはい、さまざまポイントありますけれども、はいはい、まず、でですすねねここロシアが4州の併合を宣言して30万人のこの、v、カ部分動員を発出したというでこれはその、まあ、地図でいうとこの4州ですねルハンシク、ドネツク、はい、ザポリージャ、ヘルソン、はいはい これをその一方的に併合宣言してそれだけじゃなくて憲法を改正してロシア領に認定しちゃうわけです。でこれはあのもうこの4州の,の制圧というのはやらざるを得ない状況にプーチン大統領は政治的にこう自分を追い込んでしまっているところがあってなるほど。ななるるほほどど あの今、まあはい、一番戦闘で優先していると考えるのはやっぱりドネツク州だと思うんですね、うんはい、東部ドンバスが一番重要であると、はい、でその中でもまだ半分ちょっとしか取れていないのがドネツクなので、アウディウカを含めて今、猛攻撃やってるわけじゃないですか。そうすると 中佐会まではです、ね、一応憲法上もうロシアってしてしまってるのにここまでロシアなんですもんね、はい、その今の現状の支配地域で停戦に応じるとか和平に応じて断念することができるかというとそこはちょっとイルを立ってしまっているところがあるわけですね。うん、だからそこが政治的にもずら追い込んでいるし、うんうん、で部分動員に関して言うと。はい いわゆるその正規兵契約制のみならず一般の人たちを戦場に送るということでロシア国内の社会をですねこの戦争に巻き込む判断を政治的にしたということです。ただ30万人であって これはまあよく言われるこの地方の人とか少数民族とか貧しい人とかであってその首都モスクワとかのですねえいわゆるあの一般のロシア人の人たちはまだ送られてないのでまあ国内ではまだ大きな話にはなっていないと言いながらもまあプーチ,チン大統領は来月再選された後ですね追加動員やるのかどうかまあさらに戦力増強しないと今以上の制圧の地域の企業拡大というのは困難だ。ししかしながら 反戦・沿戦機運というか反プーチン的な動きも一部ロシア国内にもあるというところがこの選挙戦で,ですねちょっと見え隠れしているわけじゃないですかだから国内を巻き込んでこの戦争に巻き込んでしまっているというですねですすねからこの2つというのは結構こうプーチン大統領の政治判断としては私は大きなものがあってでその後まあかなり影響を受けるんじゃないかという,ふうにあの思います。なるほど でもその後例えば政治的なイベントでいうと、うん、そのプリゴジンの動きとかいろいろあるんです、はい、これよりもやっぱりとにかくこの2年間の間で一番政治的な判断として兵頭さんが、うん、気になるターニングポイントこれが結局、この決定部分動員4州統合宣言がこれ以降のロシア軍の戦術戦略にも全部影響してるつまりこの戦争をいつまでどこまでやるんですかという、はいはい、時にです、ねはい、少なくともこの最低限 この併合を宣言した地域というのはやらざるを得ない、うんなね、というところに追い込んでいるということからするともちろんその先もやる可能性はあるんですがそうすると、うんまあ、プーチン大統領はそのいつまでどこまで,、うん、で国内をどの程度巻き込んでやるのかという話になってきますよね、うん、タラレバをこう今の段階で話すのは大変心苦しいんですけれども、うん、もしそのプーチン大統領の,その判断をさせない前に、うん、する前にある程度こうもう本当にほぼ ハルキウ州以外も全部奪還できているぐらいの戦車ですとか、うん、そういった軍事供与ができていたら、うん、そうした選択に至らなかったのかこのあたりってやっぱりプーチン大統領の頭の中はどうも想像できないものなと思うんですけどウクライナ側の反転攻勢がもうちょっと進んでたた、はい、ということなんですか、はいはい、おそらくです、ね、ここで併合を宣言したというのがはい、その切迫感あったと思うんですね。うん、でロシア領とと認定しちゃうとううううかあったら最悪核を使うぞっていうこういこう 国防衛ののため核なんだウクライナ側の強い反抗といのは難しいだろうというそういうところもあって宣言をしたと思うんですねただ、そこはプーチン大統領の思惑が外れてしまってウクライナ側は全然ひるむことなくロシアが自国領と認定したこの4州に関してもどどんん切り込んできたわけじゃないですかだから、そのへ切迫感は感じたんだろうといううふに思います。はい 確かにこの頃核を使うとか核のどう喝とかって話<ー>、ね、小泉さんにも兵藤さんにも毎週、年に伺っていたけれども今、ロシアの核のどう喝って聞いてるんですかあのご本人はまだやってるんですよね。<laughs> いろいろパフォーマンスとか <laughs>、はい、あの核実験やるかもしれないとかですね核使用の,、はい、そのロシアの基準というのは見直す必要がないと言ってみたり、うん、してるんですが、うんうん、ただ、そこは欧米諸国が、うんまあ、軍事支援をするときに、はい やはり最悪のことを考えて核使用のエスカレーションがないようにということでそこは慎重になったわけですね、この小出しに武器支援のレベルを引き上げるというそういう意味においてはある程度、そういう影響は欧米諸国は政治的に受けた部分というのはあると思うんですねただ、今はどうもそう簡単にはなさそうだという感じになっているので。 まあ、欧米諸国もですね、うん、ええ、富戦闘機の供与も、まあ、決めたということだと思いますから。当初のような効力というのは、かなり低下してるんだろうと思います。うん、小泉さん、いかがですか。政治的な転機、どこをポイントだというふうにお感じになりますか。私はあの、むしろこの戦争って驚くほど政治が出てこない。戦争だなっていう、なんか気がするんですよね。はい、だから、こう、なんか政治で物事が決まったらって、まあ、戦争、例えば、最初期段階の時には。うん 停戦交渉をやって、はいでまあ、4回やったわけですよねでイスタンブールの,、うん、あの3月末の交渉まではやってここではある程度そのかなり具体的な停戦条件みたいなものがまとまったと言われてるんですけど、うんはい、でもこの。 イスタンブールの交渉にはプーチンが送ってきたのはそのミジンツェフという元文化大臣でまあなおかつその自分のお気に入りの,この,あの歴史イデオロギー学者みたいな人を送ってきただけでその停戦条件にプーチンがどう反応したかっていうのは全然分からないわけですよね。 でその後もやっぱあんまりこうプーチンがこの戦争をこう政治的にどう,こうしようという出方があんまりなくてそれこそ,その兵頭先生がおっしゃったその核の脅しみたいな話とか、うん、4州併合しちゃうんだみたいなことはやるんですけどもいかにも政治の力というかその寝技で話をまとめるみたいな、はい、そういうフェーズってなんか全然見られないんですよね。うんうんうん でということはまあつまりこう当初プーチンが掲げたもうウクライナをその国家として滅ぼすみたいな目標から結局変わってないんじゃないかというふうふにおそらくウクライナ側は思わざるを得なくてとな,なるとやっぱり結局、ウクライナ側からも政治の話が出てこないので、うん、ずっとこう軍事の話ばっかりが全面出て2年続いてきてしまっている、うん、なんかそういう印象を私は持ちますね。 戦争が2年をほぼ続いてきて両方が玉切れが近いんじゃないかという中でウクライナはずっと西側に対する支援は要求してきていましたし今もしています、このロ長首脳会談というのを、まあ、僕らあえて置いているんですけれども北朝鮮からの武器、弾薬の支援というものというこの状況これはプーチン大統領とキム、まあ、総書記の間の,その外交関係というもののインパクトないしは戦線の広がりアジアへの影響とかどういうふうにご覧になりますか。 あのこれはそれなりにあったろうと思ってロシア軍があの、うん、戦争初年に大体1000万発弾を撃ったって言われているんです、1年で。1> 1年ではい ただロシア軍の大砲の弾の年産能力っておそらく、えー、年産200万発ぐらいと<う>あの言われていて、まあ、今、増産かけても来今年400万発いくかなどうかなって話らしいんですよね。えー、ですからあの、戦争初年はおそらくその膨大なストックと、うん、自国の生産分で1000万発の火力を持たせたんだと思いますけども。はい やっぱりもうそれがさすがにストックは尽きていて工場はフル稼働で弾を作っているんだけどもかつてのような火力を発揮するのが単独では難しくなっているいう意味でこの北朝鮮からその100万発だか120万発だかの弾の供与を得られているというのは非常に大きいんだと思いますね。さらにそこにあのイランからもどうもある程度榴弾、はい、弾砲は弾砲の弾が入ってきているらしいとか、はい、まあいよいよその弾道ミサイルも北朝鮮もそれからイランも出すとかって話もありますから。うんうんうん あのやはりこ,うこれだけの巨大戦争をさすがにロシアも自分だけではできていないという意味でこの北朝鮮がすっとするよって弾出しますよというのは当然大きかったと思いますしじゃあ、その見返りに何を出すんですかということはもうこれもまさに我々の東アジア側の安全保障に直結してくる話なんでまあこの9月のロ朝首脳会談とその前後の動きというのは非常に重要だと思います、はいはい、兵本さん、いかがですか北朝鮮が絡んできたこの状況。 これあのロシアにとっての天気というよりも東アジアや日本にとっての天気なんですよ。でこの戦争はまあこれまでこのヨーロッパのウクライナとロシアのまあ戦いっていうまあ構図だったわけじゃないですかでこれがまあ兵器不足に陥るロシアが北朝鮮に軍事依存し始めて自ら接近を始めるというで当初砲弾だけだと思ったら年末から北朝鮮製の短距離弾道ミサイルを撃って ウクライナの,この防空体制を弱体化していくというですねでそうするともうこれはこう北朝鮮が作ったこのミサイルをロシアが戦場で使うというですね、うんうん これは、ここをこういうふうに路した方がいいんじゃないかというふうなですね、はいはい、これをそのロシアが北朝鮮にこうフィードバックするそうすると北朝鮮の,このミサイル開発能力というのが上がるし、はいうん、それだけじゃなくて北朝鮮はこの見返りにロシアから他のものも要求するということになると今後、そのロ朝関係がどの程度進化していくのかというのが、はいうん、この東アジアの安全保障問題に直結する話になってくるわけですね。はいはい でプーチン大統領あの、再選後、ピョンヤンに行くという話が出ているわけですなるほどで。これは9月に、まあ、ジョンウン氏が極東に来たというこの東礼もあるし。はいはいはい そそしてその一時的な相互の,その軍事協力のみならず、うん、まあ新たなまあ路長条約みたいなものを結ぼうとするんじゃないかという観測もやっぱり一部あるわけですね軍事同盟ですね軍事同盟まではいかないと思いうことですがソ連時代はかなりそれに近いようなものだったんですが、はいはい、今はもう全然相互の防衛協力も全然ないものですがここまで技術協力が進化し、はい、さらにこう強めるとなると、はい、まあ今の 友好協力条約みたいなものを少しこうレベルを上げていく可能性もあるって、うん、これイランもあるんですね。うんはい、イランも そのロシアとの間で戦略的関係強化というですね新たな条約をまあ結ぼうとしているのではないかという指摘もあってあの一時的なその関係強化にとどまらず今後、構造的に戦略的な関係をこう強めていくという動きになる可能性も出てきたとこれが今年あのアメリカの調査機関のユーラシアグループが予,言している予想しているいるならず者ー軸というこの3か国の,方の連携というですねでこれはイランも入ってくるということになると うん、非常にこう国際社会には一定のインパクトを持つ話になるし、うんえー、さらにそれがそのアメリカが主導するような国際秩序に、うん、まあどこまでこの3か国が挑戦しようとするのかという話にもなるので非常にこのロ朝、それからイランへの,この接近の動きというのはこ、はいうん、今年非常に大きく注目すべき点だと思うんですね。ねこれは戦争が続続けば続くほど、うん ロシアのイランや北朝鮮に対する依存度っていうのは深って深まりますよね。それは、そのロシアの兵器不足、はい、国内での増産というのはどの程度できるのか。はい、おそらく短期的にはそこそこ行ってるんですが、うん、ただ、やっぱりまあ数年先を考えると、結構ロシアも厳しい状況に置かれるという、はい、こういう、まあ見方もあるんですね。はい、た,だただまあ、北もどこまで支援できるのかっていうのがあるので、はいうん、まあ双方ともに、まあまあ、どこまで軍事協力を高められるのかというところに残りますが。うん まあ戦争がこれ長期化すればやはりこの関係、進化という動きはですねああのさらに続く可能性があるのでやっぱりまあそこはその戦争が一つの要因としてまあロシアがこの2カ国に接近するというですねあのこの動きまあどこまでいくのかあのやはりまあ注目する必要があると思います。 ここからはウンクライナ侵攻の今後についいてて伺っていきますまずロシアの継戦能力、まあ、国防費を見てみますと2020年からどんどんと国防費大幅に増やしていて2024年度この予算では前の年と比べて7割増の10.8兆ルーブル合わせておよそ17.5兆円これが国の歳出の3割を占める数値なんですけれども西側 諸国はです、ね、ある程度、制裁をかけてこのお金を使わせないように貯めさせないようにしているわけなんですがそれでも国防費をどんどん上げられる余裕があると見ていいんでしょうか、うんうん、兵頭さん、どうしてこのロシアはここまで国防費をかかけられるのか、うん、国防費と社会保障費の割合というのが、はい、まあこれまで社会保障費の方が大きかったんですけどれ逆転して広い意味での国防費の方が上回ってしまっているんですね。うんはいうん でこれはやっぱり最終的にこの、まあ、権威主義的な国内統治という、はいはい、つまり国内からの強い反発を力で抑えるというところがないと、うん、普通の他の国だとですね、うん、この歳出の3割近い、うん、まあ部分を国防費に投入するというのは、はいうん、なかなか世論の理解って得られないわけですよね。うんうんうん ここがもう完全にその戦時体制下に入って、うん、えこうした国内の世論というものを、うん、まあコントロールすることができているからという、うん、まあこれが答えななるると思うんです、ね、なるほど力で抑え込んでいるということですか、はい、国民の不満が出そうになると抑え込んで,る、はい、でただまあ今後それ無制限にできるかというと、うんうん、それはまあ今、戦時経済下に入っていて、はい、まあロシア経済も、うん。 まあ去年プラスに転じて今年もまたかろうじてプラス成長を維持するとで国内の経済も大幅に国民生活も悪化しているわけじゃないとそしてえまあ追加動員もですねやれるかどうかみたいな話になっているのでまだこの戦争によってですねえロシア国民一人一人の,この生活が大幅に悪化するという実感はまだないと思うので。 まだいけると思うんですがただ、これから何年もこれを続けていけるかどうかというですね、うん、あのここはあの私はあ、まあえー、力による統制とその国内の反発の,この相互関係によりますけれども、うん、まあ短期的にはやれるとは思うんですけれどもプーチン大統領、これ再選されると次任期6年延長ですからもう1回選挙やると十12年ですから。うん 果たしてこのままそんな先までやり続けられるかというと、うんうん、そこはやっぱり難しいと思うんですね、うん、小泉さん、いかがですかロシアの体力ですいわば、継戦能力どうご覧になってますかあの、まあ、今、兵頭先生おっしゃった通りで、うん、当面、軍事経済で回っているんでしょうけども、はいはい、それが長くはやっぱり持たないということはプーチン自身が分かっているんじゃないかと思うんですよね。うん、というのはあのプーチンは2000年に就任しているわけですけども、うん、真っ先にやることは兵力削減なんですよ。 でそれからやっぱりその当時議会であの少なくとも GDP の3.5%国防費に出せって決議が出てるんですけど、うん。 2008年にジョージアと戦争するまでのロシアの国防費つまりプーチン第1期目、2期目までというのは絶対2.5%内外に抑えているんです、国防費っていうのは。もともとプーチンという人はこう軍事経済は危ないどこかで破綻するというあの認識を持って国家のリーダーになった人のはずなんですけどもやっぱりそれが二十何年もやってると回り回ってこういう一番自分が避けたかった戦時経済をやることになっちゃったということで決してプーチンもこれはやっぱり心穏やかなバラ ダンスシートではないと思うんですけどねただ面倒くさいのは あの長期的には破綻するかもしれないけど、うん、多分、この先23年は十分持ってしまうであろうと,、はいはい、とするとやっぱ23年というのはこの先の戦争のもう終わりまでがもうどう考えて見えてくるスパンですから、うんうん、その間、持ってしまったらやっぱりこれはあのその先ロシアが破綻するかもしれないけども、うん、ウクライナが先に軍事的に破綻する可能性があるわけですよね。はい、という意味でやっぱりじゃあ西側としてロシアにこれだけのお金を使わせないための経済制裁どこまでやれるのかとかですね。うん 当面ロシア経済はまあ潰れないのはもう明らかに規定路線だとしてそ、うん、したらまあじゃあどこまで軍事支援するのか,と,か、うん、というその短期のスパンでやっぱりまずは考える必要があるということも示していると思います、うんはい、ではそのウクライナの支援なんですけれども、はいうん、アメリカ議会で新たな予算が通らないですとか、うん、この支援の不透明な状況続いているわけなんですが、うん、今度 EU g セブン見ていきます、うん、まず EU ハンガリーの反対で追加支援決まらない状況だったんですが今月一日の臨時首脳会議で 4年間で500億ユーロおよそ8兆円この支援が決定しましたまた24日開かれた G7 のオンライン首脳会議の共同声明ではウクライナに対する揺るぎない支援を表明しウクライナへの長期的な支援のため兵器を生産・配送能力を増強するこういうことにしています。ややはりりおお話を伺っっているとこののアメリカの支援600億ドルおよそ9兆円もやっぱり 大事だなと思ってくるわけなんですけれども、うん、兵道さんこの支援の実現性というのは、<laughs> うん、アメリカ議会、まあ大統領選も控えてますけれども、どうだ、どのようにご覧になってますか。うん、まあ、これはアメリカのこの内政の話になってしまっているので。はい。はいはい あのウクライナがどうこうという話ではないんですよね、ですから、これ、はい、ウクライナ自身がいくら外交努力をしてアメリカに働きかけたとしても、うん、アメリカの国内のこの分断の話、ねねで、大統領選挙が近づけば近づくほど、さらにこれ、深まっていくというので、うんうん、なかなかあの難しい問題だと思うんですね、うん、そしてやはり、モシトラの話が出てくるわけじゃないですか。はいはい あのトランプ政権が復活した場合に支援にこう後ろ向きとこう言われている、うん、言われますよね、はい、やはりこのヨーロッパの,この安全保障、うん、まあアメリカからするとトランプさんからすると地理的に離れた話なんで。 あまり関係ないと思っておられるところがあるのか、うん、まあアメリカがなぜこれ,これだけ突出した支援をしなくちゃいけないのか、うん、欧分の負担をヨーロッパにという話にはやっぱりなるんだろうと思うんですね。うん、まあ完全に停止するかどうかは分かりませんが、はい、やはりまあそういう動きが見えてくる中少なくともそれ以外の国 EUG7 というのは、うん、まあなんとかアメリカの動きを見据えながら今の支援の維持強化、うん、まあやらざるを得ないというそういうその動きじゃないかという,ふうに思います。そうすると、ね、さんアメリカが まあトランプ大統領になってそのウクライナ支援から腰が引けていくまあそれも100億円とか1000億円のロットじゃなくて兆円単位で減っていくわけですよ、おそらく今の勢いから見ていくと共和党のウクライナ支援に対する姿勢とか見るとじゃあ、それを NATO ・ヨーロッパ各国がそれを負担できるのか。 アメリカの軍事支援の穴をヨーロッパ諸国が完全に埋めるというのはやっぱりなかなか難しいところがあると思うんですね。はいはいはい ですからまあ今、いろんなやり方をこう工夫し始めているわけじゃないですか 2>,、はい、2国間の安全保障協定10年間の長期的なこの支援とかですね、はい、あのいろんな新たなその対応策を示しながらウクライナへの,この支援の姿勢というのをしっかりと維持していこうという動きもありますので、うん、あのただ、まああの、残念ながらアメリカの支援が大幅に縮小してしまうとですね、はい これはウクライナ軍の継戦能力にやっぱ直結した問題にやっぱなると思うんです、ねうん、小泉さん、どういう思いでご覧になってますかあのまずその、そ継戦能力、はい、戦争を継続できるかどうかってことに関して言うと、はいまあ、とりあえず今回この EU の500億ユーロが通ったことによって当面、ウクライナが持ちこたえられる見込みは、まあ、立ったと考えていいと思うんですね。はい であの弾の供給に関しても、うん、まず現状、ロシア軍が前線で1日1万発撃っていると言われているわけです、うん、でウクライナは2発しか撃てない、うん、でやっぱりこの同じだけの1万発程度撃たせてやらなければいけないんだけどそれも厳しいとしたらじゃあ1日5日五千発撃たせてやりたいと考えるとるあの年に180万発供与する必要があるんです、ね、はいでこれも今、ドイツが、えー、砲弾生産を5倍に増やすとか言ってますが。はい えー、これとその他の国々と引っかき集めてくれば、まあ、そのぐらい、もしかすると年産180万発ぐらいの供与ができなくはないかもしれないと、えー、思っています当然その、はい、アメリカがいよいよ来年からあの月産10万発年産120万発玉突くようになりますのでそれが入ってくるのが一番いいんですけども、まあ、ないとしても当面、持たせることはできる,るただ、その軽戦ではなくて終戦ですね、うん、ウクライナが国家主権をちゃんと保持したまま、はい かつあのロシアになるべくその多くの領土から撤退させた形で戦争を終わらせるという目標には明らかに足りない、うんうん、で本当で言えば、まあ、今年はもう守りに入るしかないと多くの人が言っているところなんですけども、はいうん、できれば来年にはその反転攻勢にもう一回出ることによって、うん、このままだとロシアの占領地域どんどん減っていってしまうんだからそろそろ停戦しましょうという話に本来持ってきたいわけですけど。 今のまんまアメリカからの援助が来ないと、うん、もうその,のプランはついえる可能性はあるわけですよね、うん、もう2026年まで反転攻勢を延期しなければいけないとかって話になりかねないし、はい、その時まで各国の意思とかそのウクライナ国民の抗戦意思が持つか分からないということでや,、はい、やっぱりアメリカの支援がその入ってこないかもしれないというのは非常にまずい状況だというのは間違いないと思います。 あのまあ、トランプ自身も結局、前回の大統領選でも散々いろんなことを言ったんだけども、うん、そのほとんどは実行に移していないわけですね、少なくともロシア政策、ウクライナ政策に関しては。NATO の,の各国に自分で守れと言ってみたり、在韓米軍撤退とか。 でも強烈なブラフになりましたですのであの、ブラフとして言って要するにこのおそらくですか私はアメリカの専門家じゃないですけどやっぱトランプって、はい、多分こう自分の権力を最大化したい人なんだと思うんです、ね、<laughs> なるほど。で、はい、そのために一番受けることを言っているあれ一番ブラフになることを言っているんだろうと思います、うん、でまあ前回は政権について見たら意外とその発言とは食い違いがあったと。うん だから今回の場合もそのトランプがじゃあ本当にもう戻ってくるのであれば、うん、今言っていることと実際のトランプの,ふ、うん、の振る舞いをどれだけその差を大きくするかというすは、うんうん、例えばその最近トランプが言い出したのはそのウクライナ支援は否定はしないんだけど優勝にすべきであるみたいな言い方をしているわけですよね。はいうんはい でなおかつそのトランプ発言を見ているとなんかその返済も別にすぐでなくてもいいみたいな意外に柔軟なことも言っているので、うん、るじゃあ,あの、トランプがそういう姿勢なんだったら NATO と日本とその他の国々でなんかこうウクライナに兵器を供与するためのファンドみたいなものを作りますから金の方はこっちで持つからアメリカから出すようにならないかとかですね、うん、多分そこはまだいろんなこう政治的な交渉の余地があるんだと思うのであの今、アメリカに何とか支援再開させるってプラン A と。うんうん それがだめだったらじゃあどうするのかプラン b シートっていうふうふにいくつか考えておくって方が私は建設的かなと思います、うん、もう一個今そのロシアの在外凍結資産の話がありますよね、在外凍結資産そのものを、はい、あのー、ウクライナのために出すかどうかって話と、はい、そこから生み出されるこの利子の分だけでもせめて使うってう話はこれはもう決まってるわけですよね。 産業能力の限界として作れないものが多いという話とお金さえあればもうちょっとできるんだけどなという話と両方あるので金で解決できるところはもう少し機動的に動くでしょうからせめてそこからまず手をつけたらどうかかと思いいますさん今の話がで最近、プーチン大統領はですね停戦に応じるかもしれないというそぶりを強めながらアメリカの支援とかをなんとか打ち止めにしたいという感じがあるんです。なるほど であのーまあ、タッカー・カールソンというトランプさんに近い、えー、元キャスターの方が単独インタビューされましたよね、ししねアメリカが支援をやめれば数週間でこの戦争は終わるという発言もするなど、このトランプ政権が復活した場合に何らかの,このディールをトランプさんとこう結んで停戦、はいはい、に応じる、これはおそらく一時的なものでしかなくて。はい え見せかけのものに終わる可能性があると思うんですね。うんうん、あというのは、まあ、プーチン大統領もまだこの戦争目標を達成されてないっていう言ってるし。 もう2014年のクリミア半島の侵攻から2022年のウクライナ全土侵攻ウクライナからしたらですね停戦破りだし再侵攻があったということなんでまあウクライナは応じられないと思うんですがただ、そういうシグナルは出し始めているですから、そこがもしトランプさんとうまく波長があって昔、ジョンンさんともそういうのありましたけどねああいう形になってしまうとやはりこの,この支援の話にもこう結びついていくわけじゃないですか。 だからその辺り、まあ、ちょっとこうプーチン大統領が今、これから、うんえー、アメリカの,この選挙も踏まえてですね、うん、いろんなこの情報戦をまあ仕掛けようとしているようにも見えるんですね、うん、ですからその辺りは、うんえーまあちょっと,我々としては留意しておく必要があるし、うん、もしあの、トランプさんとこう取引する場合に何を引き出そうとするのかというところがプーチンが停戦、はい、に応じたふりをしてですねそこで。この 国外で凍結されたこの資産、うんはい、ロシアの国外資産の段階的な解除とかですね、うんうん、こういうところを考えているんじゃないかという気もするわけですよね。ですからまだこの政治的なこの取引引こを持ちかけようという動きがロシアにちょっとあるような感じがするのでそこはちょっとこう見ておく必要があると思います。小泉さん今の氷さんん今ののののご指摘ウクライナと戦戦争の、まあ、定戦に向けて まあもしかしたら東部、南部の4州きれいに抑えきれてないかもしれない中でも停戦に向けてはトランプとのディール結果的にこの,このお金の話とかもしかしたら二大国関係の復活みたいなねいや、アメリカのやっぱり相手はロシアなんだよというような大国ロシアの復活みたいなことをプーチン大統領は何て言ったらいいんですかそれをもってそのウクライナに向き合う可能性ありますか まあ、ロシアはそれで満足するんでしょうけどね、あのつまりこう、今回戦争始まる前、2021年12月に、はいあの、まさにそういう内容のヨーロッパの新しい安全保障条約案というのはアメリカと NATO に送りつけていて、ああはい、でこのうちあのアメリカに送りつけたものについては、旧ソ連という言葉を6回使ってるんですよ、旧ソ連にはあの NATO を拡大しないと約束しなさいという内容なんですね。はいはい、やっぱそのロシア側の 目からはこの戦争というのはその東ヨーロッパの特に旧ソ連欧州部の,あの支配権をアメリカと争っているというそういうその大国間関係的認識があるんだと思うんですよね。でまあ、もしかしたらトランプはそういうディールに応じるのかもしれませんけども。 ただ、そそれでじゃあそのプーチンが言うように数週間で戦争が終わるかどうかって全く分かんないわけですよ。だって現にアメリカからあの軍事援助はもうほとんど止まってしまっているけれどもウクライナは抵抗し続けているわけですからウクライナがロシアの支配下では生きて,き生きていきたくないよと意思を持っている限りはやっぱりその 大国間はそれでよしと言うかもしれないけども、当事者があのよしと言わなければ、この戦争って終わらないと思うんですよ、なるほどでもその、じゃあ、それでウクライナ、当事者ですね、当事者が、じゃあもうこうなってしまってはしょうがないと言うんであれば、うん、そこで戦争停止っていうのも、それはやむを得ないと私も思いますけれども、現実的にそうなる可能性は低いんじゃないかなと思います、うんうん、ここでウクライナ侵攻の行方を決めるものは何か、ご提言いただきます。ではまず 今後のこの戦争の行方はやはりこのアメリカ自身が鍵を持つと支援が維持されるのかということもありますしやはりこれアメリカはこの中東情勢とか東アジア情勢いろんなものに向き合わざるを得なくなってきてですねやはりこの関心が分散化されてウクライナに対するこの関与関心これも相対的にこう下がってきているような印象もあるんですね。 ですからやはりまあここがしっかりと維持されてアメリカがこれまで通りにまあウクライナ問題への関与支援これを続けていけるかどうかここが鍵を握るのではないかというふうに思います。はい、小泉さんお願いします。あの戦争というのはあのコンテストオブウィルダーという言葉があるんですね。うん、意思の競争であると。だからそのテクノロジーの差とか。 兵力の差とかもあるんだけど究極的にはこの戦争というのをどこまで戦い続けるのかどのぐらい損害を受任してやり続けるのかということがその戦争の行方に相当大きな影響を及ぼすということですね、その意味では、まあ、そのまず戦っているロシアとウクライナ自身の意思それからそれを支援している国々の意思というものが私はこの先も相当大きなファクターだと思っています。